埼玉県のとある町に未来ある有望な女子高校生がいました。16歳、高校1年生の彼女がしていたスポーツは卓球。1年後に迫るユースオリンピックへ出場するための予選会、この予選会に選ばれるための条件は指定された6大会で日本人トップの成績を取ること。彼女はこの6大会でトップの成績を残し、日本では男女1人ずつしか選出されないユースオリンピック予選会招待選手に選ばれるはずでした。選ばれたのは別の選手。彼女の夢は思わぬ形で立たれてしまったんです。ユースオリンピックを目指していた一人の女子高校生、彼女はトップの成績を残したにもかかわらず出場を逃しました。そこには卓球協会と JOC エリートアカデミーが深く関係していました。おはようございます、丸風です。今回紹介するのは大きな組織によって出場を逃してしまった選手の話なんですが、本名を載せて動画を作ってもいいと思うんですが、だいぶねセンシティブなお話なので、今日は A さんのお話ということにしていきます。コメント欄でも本名やこれに関わった方の名前とかは控えていただけると嬉しいです。それでは細かいお話をしていきましょう。エリートアカデミーとは、まずこの出来事を説明する前にエリートアカデミーの説明をしなければいけません。 JOC エリートアカデミー、2008年にできた、一言で説明するとオリンピック選手を育て上げるという施設。この通称エリアカは国から補助金が出ていて、その補助金がエリアカを通してそのスポーツの協会に一部行くというシステム。ということで初期に手を挙げたのは比較的有名ではなく協会に資金が少ないスポーツ、手を挙げたのは卓球レスリングでした。卓球有名だろとかレスリングなめんなとか怖いコメントやめてよと、ここで問題が発生します。補助金を国からもらっている卓球協会ですが、 JOC 所属ではない選手がもし大きな大会のメンバーに選ばれ、JOC の選手が外されたら国からの補助金は出るのでしょうか。続きを見ていきましょう。直前の条件変更。6大会でトップの成績を残すのが条件だったユースオリンピック予選の出場。一度海外の大会に出るのでも数十万という費用がかかるので、 A さんはこの6度のチャンスのうち2回に絞ることに決めます。初戦に挑む寸前、驚きの報告を受けます。ユースオリンピック予選の出場条件が6大会でトップの成績から18歳以下で一番世界ランキングが高い選手へと変更されていたんです。今から世界ランキングを上げるためには今挑戦している6大会ではなく、さらに上位の選手が集まる国際大会に出場しなければいけません。しかし国際大会に短期間で何度も出場する資金など A さんにはありませんでした。エリートアカデミーは国から補助金を受けているため、エリアカ所属の選手は世界ランキングを上げやすい環境にあります。もし卓球協会が補助金をもらい続けるために JOC 所属の選手が出場しやすい条件へと意図的に変更したとしたら、卓球協会にとって A さんは邪魔な存在だったんです。続きを見ていきましょう。その後、6大会の出場寸前に条件の変更を言い渡された A さん。6大会の結果は初戦の大会で3位、4戦目の大会で優勝という素晴らしい結果を残し、見事日本人トップの成績を残します。出場条件は変更されています。彼女はまだ諦めないと、世界ランキングを上げるためにポイントが多いドイツとロシアでの大会にも出場しようとしていました。しかし彼女はこの大会への調整中に怪我。その後ユースオリンピック予選に選ばれたのは男女ともにエリートアカデミーの選手でした。今回はこの一連の出来事を A さん側の視点でお話ししています。いろんな方向からの意見があると思いますが、どの意見が正しいのか正しくないのかは分かりません。信じるか信じないかはあなた次第です。今日はこの辺で、バイチャー。